トゥース。皆さんこんにちは、おやじです。今日は2023年2月22日です。だと思います。だと思います。寒いです。気温が2度ですね。山間部ではね、マイナス3度って出てましたね。また、まあ2月なんでね、1年中で一番寒い2月。まあ当たり前といえば当たり前なんですけどもね、もうぼちぼち日差しの方はね、春めいてまいりましたが、まだまだ寒気が流れ込むと寒いですね。はい、先週はね、ずっと暖かかったんでね、今週はなんか随分冷えるような旅館じゃない気がします。あ、そんな中、今日もザックバランにラジオ代わりに聞いていただければなと思っております。で、今日はですね、またまた下手くそな運転手がニュースに挙げられてましたね。これニュースはね、確か栃木県の話だったと思いますけどもね。で、そのどういったことかというと、大型トラックはですね、重機を積んでて、まあいわゆるクレーン車ですね。私たちはまあ業界用語なのかわかりませんけれどもね、ユンボユンボ言ってますね、山口県の人は。他の県の人はね、わかりませんけれどもね、ユンボって何と思われるかもしれませんけれども、まあクレーン車ですよ。あの穴を掘ったり埋めたりするキャタピラがついたやつですね、あれです。あのクレーン車を大型トラックで輸送中に、歩道橋になんとクレーン車のアームの部分ですね、腕の部分が歩道橋に接触して落下したと。で、腕がね、折れてましたね、ポキッと。あんな歩道橋にぶつかって折れるもんだと初めて見ましたね、初めて聞きましたね。それはね、歩道橋もね、破壊されるんじゃないかと思いましたけれども、で、それほどの勢いでぶつかったのなら、ユンボもですね、クレーン車も道路上に落下するんじゃないのかなと思うんですけれども、思ったんですけどね、まあそれはなかったみたいです。まあですが、その腕がもげるって腕がね、アームの部分が取れてしまって、でそれがね、乗用車に当たって、天井にドーンと落ちたらしいですね。で、女性の方がね、なんか怪我をしてます。まあ軽傷で済んだらしいんですけれども、これ一歩間違えば死亡事故につながりますよね。で、私以前にも動画でまあこういったね、事故の話をしたことあるんですけれども、まあで警察の方がね、原因を運転手から聞いていると。もうね、ニュースになった時点でね、そのちゃんとね、原因をねちょっと書いてほしいわ。で、新聞記者の方もね、まあええ加減なことをね、書けないかもしれませんけれども、原因は明らかに高さのミスですよね。高さ制限を見余っておると。で、歩道橋ってね、結構高いですよ。値段が高いんじゃなしに、高さがね高いですよ。我々のウィング車がね、
約 3.8 メートルあります。もしかしたらね、3.8 より若干低くて 3.75 かも分かりませんけれどもね、だいたい大型ウイング車ってね 3.8 なんですよ。でね、その 3.8 で歩道橋を通り過ぎると、そうですね、どんぐらいの余裕があるか分かりませんけども、多分ね、50センチ、60センチぐらいのね、余裕はあるんじゃないかと思います。はい。まあ、ウィングの上に正座をして、その、歩道橋に当たるか当たらないか、かな、みたいな感じで。まあ、正座をしていたら、まあ、ゴーンと当たるかな、やっぱね。ゴーンと当たるかもわかりませんけれども。多分ね、歩道橋はね、5メーターはないと思いますね。多分ね、4.5 ぐらい精一杯じゃないのかなと思いますわ。に、それにしたってね、4.5 もあったらね、結構高いですよね。で、それをですよ、その、大型のユンボをどんな積み方をねしたか分かりませんけれども、どういった積み方をねしたか分かりませんけれども、もしかしたらね、大型に積んだんでは入りきらないで、アームがあるじゃないですか、アームじゃない、ショベルの部分がね、バケットというんかな、ショベルというか、その部分をトラックの上に格納しようと思ったら、結構アームをね、立てなければならないと。そしたら結構高さがなるんじゃないのかなと。それでゴチンと当てたんじゃないのかなと思います。そもそもね、それトレーラーで運ぶんじゃないのかなと。トレーラーだったらまだ荷台の部分は長いですよね。ですので、もっとアームをね、寝かせられる、もっと低くね、積むことができたんじゃないのかなと。わかりませんよ、私ね。ユンボを積んだことがないし、まあ見た目だけなのでね。で、ほとんどのね、重機というのは、その現場で積みますよね。現場で積んだり下ろしたりするんだと思います。あるいはその、ショベルカーの、ユンボのリース会社ですよね。そこで積んだり下ろしたり。で、まあ、現場で積んだり下ろしたりもするのかもわかりませんけれどもね。で、その、重機専門の会社だと思います。そこはね。多分、その重機専門の平ボディの車がありますけれどもね。そういった車で運ぶんだろうと思うんですけれども。で、あとは経験ですよね。経験が足りてたのかどうか。ちゃんとその教育がしてあったのかどうかと。で、これだけね、今、このメディアが発達して、SNS だとかもね、で、携帯で、ニュースだとか、簡単に見れるわけじゃないですか、YouTube にせよね。簡単にその、事故動画とかもね、見れるわけですよ。なのでね、その重機を運んでいる方だとか、まあ、先日も、フルトレーラーが、原木をね、積んだフルトレーラーが、岡山県だったか、ちょっと忘れましたけどね。で、カーブで、荷台が横転したと。そういった事故もありましたけれども。もうね、ちょっと考えたらね、わかりそうなもんですけれども。で、高さ制限もね、これどうなのかな、と
思ってね、不思議がらんかったんかなと思いますわ。これ高さ大丈夫かなとか。で、もうね、ショベルカーのクレーン車のアームがね、アームが折れるほど歩道橋にね、ぶつかったわけですよ。相当なね、衝撃だと思います。これね、歩道橋の上に子供たちとか、そんなんがね、乗ってて、歩道橋がね、破壊されたと、倒壊したと。で、歩道橋の上にね、集団登下校の子供たちが乗っていたら、これどうなってたのかなと。これ大惨事ですよね。まあ、今回、まあ、女性の方がね、軽傷で済みましたけれども、人身事故ですよね。ひょっとしたらね、もっと大きな死亡事故とかにもね、なってたかもわかりませんよ。自転車だとかね、二輪車だとか、歩行者だとかにね、そんなショベルカーのアームがね、当たったらもう死んでしまいますよ。大怪我しますよ。なのでね、そういったものをね、扱ってる人はね、あと十二分に気をつけて、で、毎日ね、何にも考えないで乗ってるんじゃないしね、本当に大丈夫か、本当に歩道橋に当たらないのか、高さはどうなのかと、十二分にね、注意をしてほしいですね。で、私、もう平ボディってね、4、5回しかね、乗ったことありません。あとはタンクローリーもね、4、5回しかないです。あとはウィングですね。ウィングしか乗ったことがないと言ってもね、過言ではありませんけれども。で、まあ、私もそんなウィングしか乗ったことはありませんけれども、まあ今自動車部品のね、自動車部品を運んでおりますけれども、自分がリフトに乗って積んだり下ろしたりするんですけれども、その自分の荷物も本当にこれ大丈夫なのか、急ブレーキを踏んでも大丈夫なのか、急ハンドル、何かもしも強い衝撃があった時にこの荷物はずらないのか、大丈夫なのか、落ちないのか、落下しないのか、物損事故発生しないのかと、私しっかりと見ますよ。毎日1年間にね、もう何千回と積んだり下ろしたりします。そんな中でね、毎日私はね、荷物の点検をします。で、行く道中もですね、途中で荷物点検をします。それほどね、私は荷物を大切に扱っております。おかげでね、今の会社入って4年、丸4年ですけれどもね、ただの1回も荷物事故を起こしたことはないと。まあ別に自慢することではないんですけれどもね、これがプロフェッショナルじゃないのかなと思うんですけれども、あなたのプロフェッショナルはいかがでしょう。それでは本日の動画は以上です。